おはようございます、釣り子 TV です。これデプスの新しいルアーパルスコットのジュニアサイズっていうことで、小型化されたパルスコットがいよいよ釣り具屋さん店頭に並んでいたので、一つですね買ってきてみましたよ。こんな感じで、小型化って言ってもまあね、そこまでベイビーサイズっていうことではないんですけども、ジュニアサイズに小型化されたっていうことで、なかなかね関東なんかでも使いやすいサイズ感なんじゃないかなと思って、一箱買ってみました。じゃあね早速なんですけども、まあケースはこんな感じでね、でジュニアね、分かりやすく書いてありますけど、今年は小型化っていう感じのルアーがいくつか登場予定っていうことで、あとはワームなんかで言うとノンソルトになったり、もしくはヘビーウェイトになったりっていうことですけども、既存のツレツレルアーのサイズ展開で小型化ね、ルアーに関してはこれとか、あとは NZ クローラージュニアとかタイニーサイズのギル系各種とかね、いろいろこの後スタンバイされているみたいなので、随時追いかけていきたいと思うんですけども、まずはですね、せっかく買えたのでパルスコットのジュニアサイズっていうことで早速開けていきたいと思います。 65mm の 10g って書いてありますね。8分の3オンスクラスになったよっていうことなんですね。はい、出てきました。こんな感じで口の形状がこういう感じで、まあこれによって水をパコーンと押してスプラッシュとか、あとはその捕食音に似せたようなボボボボっていう音を出したりとかですね、それで魚の興奮を上げてバイトに持っていくっていう、こういったポッパータイプのルアーなんですけども、小型ながらこうキュッとしたね、なんかねカチッとしたね、シンプルなんだけどカチッとしたデザインなんじゃないかなね。触ってみてもこう結構ね小さいんですけど、なんか存在感があるっていうね、そういった感じで、でねポッパーね、口の形状がポッパーだとやっぱ一番気になるところなので、こんな感じでそんなに深く彫り込まれているわけではないんですけども、大きな面積が確保されているっていうことで、これはなんていうんですかね、弾き方によっては多分ポコッポコッっていう音が出しやすいんじゃないかな、ね、で裏にいろいろ説明書きが書いてありますけども、ちょっと見ていくと、アフタースポンキやハイプレッシャーなフィールドのタフなビッグバスを取るために開発されたパルスコットは、ニュートラル状態のビッグバスを捕食モードへ切り替えるボイルサウンドと、スプリングウェイト搭載による極めてナチュラルな波動でバイトへと導くために完成された新次元ポッパーですということで、この中にスプリングウェイトね、ちょっとね透明カラーで、これ針強力だなスプリングウェイト内蔵ということで、スプリングの先に重りがポンとついているこういった特殊なウェイトが仕込まれていることによって、例えばこうポコってアクションさした後にそのスプリングが中でブーンってなって、微振動をこのルアーの周りからフワワワって出すことができるっていうね、大きなサイズにももちろん採用されているスプリングウェイトが小型のこのジュニアサイズにもついているということで、姿は見えないんですけど、手で振るとねもうね、ボディがこうボヨヨンボヨヨンボヨヨンとこの音と連動してですね、微振動してるっていうのももうねすぐに分かるんですけども、直進性を高める膨らみを両サイドに設けたフラットなカップ形状と、水平に近い斜め浮き性を重要視した特徴的なデザイン&セッティングは、正面から受ける水をカップが逃さずに含み、しっかりと前へ押し出すことのできるポッパーとして仕上げられています。チャプチャプと水面をついばむようなポップ音はもちろん、ツボッと吸い込むような捕食サウンドまで、ロッドワークの強弱に機敏に反応してくれる水上重視の性能に加え、それに伴ってボディ内部に搭載されたスプリングウェイトが震えることでポーズ時にピッチの細かい波動を発生、フラットな水面ではまるで落下した虫が羽を震わせるかのような波紋を生み出します。ノイケやリザーバーのピンスポットからビッグレイクのウィードフラットまで、強い存在感と超ナチュラルな波動を持ち合わせたパルスコットは、
最強ポッパーとして取るためのトップウォーターゲームを約束してくれますということで、下にはですねスプリングウィリットについて、独自の構想からボディヘッド部を震わせるために内蔵されたスプリングウィリットはワンアクションを加えるために微振動を生み出し、ポーズ時にも生命感のある波動でパスを誘います。これまでにないナチュラルアピールは擦れたビッグバスさえ驚くほどの威力を発揮します。それとですね、オーストラリアの怪魚マーレイコッドを思わせるデザインにフラットなカップ形状を採用、さらにカップ両サイドに設けたハンプが直進性と整流効果を高め、しっかりと水を掴んでエアをはらんだ理想のボイルサウンドを実現します。フックがですねアクションを加えた後、ポーズ時にじっくりと見せてバスをじらすポッパーゲームでは、自然に揺らめくフェザーフックはなくてはならない存在っていうことで、でこれビジブル、ブラックっていうカラーでよかったと思うんですけども、針がね今こう触っていてもね、こうスッと刺さるようなフッ素加工されたですねいい針が、最初から標準装備されているっていうことで、もう吊るしのまんまねこのまま買ってすぐに使えるよって、いい針、とんでもないね針ついてるよっていうことで、このフェザーフックもね綺麗な感じで、多分流儀のフックだと思うんですけども、こんな感じでですね、どうですかっていう、どうですか、うーんこれはね釣れ線ですよね。でちょっとブラックカラーとかも気になったんですけども、このね一個も持ってないんで、こう背中が視認性のいいですね、このピンクで透明でも、見れるよっていうねこのカラーにしてみたんですけども、後ろの方ねこれねクラックした感じでね、非常にかっこいいですね。で目がピンクなんでねこれね、というわけでまあこのサイズ感なのでちょっと投げることは多くなってくるんじゃないかなと思って、これのねオリジナルサイズのねパルスコッドね、自分の行くところだとちょっとね、釣れるとは思うんですけど、あれちょっと大きいかなと思って、あんまりねあのね持ってるんだけど使ったことなかったんですけども、このサイズは非常に使い出のあるサイズ、暴走のリザーバーとかでね、あとは野池、それとですね結構霞ヶ浦水系の護岸際っていうのもペンシルベイトとかもよく使ってたんですけど、一番釣ってたのはあのポッパープラグだなーなんていう記憶があって、はいこんな感じでね非常に使いやすいサイズ感の、まあジュニアサイズね、 NZ クローラーなんかももう間もなくジュニアが登場っていうことで、このサイズ展開シリーズね2019年の結構目玉の一つだと思うんですけども、それとねあのギラギラ攻撃とか、あとはコードネームバズなんかも出てますからね、大きい方の振り幅と小さい方の振り幅が非常にね、今年気になる、デプスのルアー群なんですが、せっかくねこれから夏のねいいシーズンなので、まあ梅雨時でねあの今年は雨もいっぱい降っていて、トップウォーターチャンスなんじゃないかなっていう、こんなタイミングで、手に入れることができたので、まあ朝夕のマズメジ、それとね雨が降ってる時なんかは一日中ねチャンスがあれば投げ込んでみたいと思います。というわけで本日の釣り子 TV は、デプスの気になるですねパルスコットジュニア、これを買ってみて開封してみたよって、こういった動画でした。はい釣り子 TV でした。